今日はカリカリポテトのホットドッグを作りました。じゃあ始めます。はい、丸めます。こんにちは、たまこすみれのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はサクサクポテトドッグを作りたいと思います。お弁当のおかずだったりとかおつまみにもぴったりです。材料も簡単なもので作れるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。じゃがいも、卵、ソーセージ、スライスチーズ、塩、油です。で、今回ねソーセージといえばシャウエッセンかなと思いまして、で私はねシャウエッセンを使いますが、こちらはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。で、そしてこちらですね、スライスチーズ、今回はこの2種類ね使っていこうかなと思いますが、とろけるチーズだったりとかお好みのものがあればそちらで OK です。ということでこちらの材料で作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずじゃがいもですね。じゃがいもを洗ったら皮をね剥きます。まあ、ピーラーでも包丁でもねどちらでも大丈夫です。こうやってね剥いてください。まあ、ピーラーの方が楽ですよね。はい、で目があったらね取るようにしてください。はい、こんな感じで目もねしっかり取るようにしてください。でこちらのじゃがいもの皮を剥いていきます。でこちらも目を取っていきます。はい、こんな感じで OK です。そうしましたらじゃがいもをスライスしていきます。これはね切りやすいようにスライスしていただいて大丈夫です。だいたい 2,3 ミリ幅で結構ね薄めにスライスするようにしてください。でこちら側もスライスします。そうしましたらこれをさらに細切りしていきます。こちらもね結構細めに 2,3 ミリぐらいの幅にします。ね、細切りにしてください。そうしましたらこちら塩を振ります。でこれで混ぜます。全体的にこう塩で揉み込むイメージですね。そうするとじゃがいもの水分がね抜けます。で全体的に塩をまぶしたら15分このまま置いておきます。はい、そうしましたら卵を溶きほぐします。でこれをよく混ぜましょう。今日はじゃがいもの方にも塩味がついてるので、こちら卵は味付けなしで作っていきます。はい、こんな感じでしっかりと溶きほぐしましょう。はい、そうしましたらこちらソーセージに切れ込みを入れます。はい、こんな感じに切れ込みを入れます。で、ね、上下に切れ込みを入れましょう。はい、そうしましたらフライパンにサラダ油ですね、を敷きます。で、火にかけます。全体的に伸ばします。フライパンが温まったらソーセージをね、焼いていきます。切れ込みを入れたところに焼き色がつくようにしましょう。はい、こんな感じで全体に焼き色がつけば OK です。はい、こちら時間が経ちました。そうしましたらね、結構ね、水分が出ているのでこの水分を絞ります。ぎゅーっと絞って、はい、こんな感じで水分をね絞り出します。切って、最後にもう一度こうキッチンペーパーでしっかりと水気を取りましょう。じゃがいもの水が抜けて少しね柔らかくなります。はい、それでは作っていきます。卵焼き用のフライパンを使っていきます。それではこちらに油を敷きます。で、火にかけます。フライパンが温まったらここに水を切ったね、こちらじゃがいもですね、入れます。はい、こんな感じでじゃがいもをね全体的に広げます。1分から1分半ぐらいじゃがいもに火が通るまで焼きます。火が通ったら少し弱火にします。で、この隙間をめがけて全体的に卵液をね流し込みます。こんな感じでね、卵液を流し込んだら真ん中にチーズ
そしてソーセージですね、を乗せます。で、そうしましたらね、丸めていきます。ソーセージをちょっとお箸とかで押さえてくるっと丸めます。一巻きします。はい、こんな感じですね。で、そしたらまたこれをくるっと一巻きします。はい、こんな感じでね、ロールしていきます。で、最後もう一巻きします。角を使って形を整えます。端っこに寄せて両端もきちんと焼きましょう。これで完成です。美味しそうですね。はい、そしたらもう一個もね、作っていきたいと思います。じゃがいもを乗せます。はい、で、全体に広げます。これ巻くときは上から巻いても下から巻いても巻きやすいやり方でね、巻いていただくといいかなと思います。さっきはね、下から巻いたので、今回ね、上から巻いていきたいと思います。で、じゃがいもに火が入ったら卵液を全体に広げます。こう隙間を埋めていくイメージですね。で、今度はね、こちらの普通のとろけるチーズを入れます。で、火加減をちょっと弱めてソーセージ置きます。はい、そうしましたらソーセージをちょっと押さえてくるっと巻きます。シュッと、で、またコロコロっと巻いていきます。で、これをまたひっくり返します。はい、こんな感じです。で、ちょっとね、端っこで形を整えて完成です。で、そうしましたら、こういうね、竹串みたいなのが100円ショップに売ってるので、こういうのをね、刺します。で、こういう竹串じゃなくても割り箸などでも大丈夫です。はい、こんな感じに仕上がってます。これで完成です。お好みでケチャップとマスタードをかけて召し上がってください。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。竹串刺したので、これごといただきます。いただきます。中身はこんな感じになってます。ジューシーなソーセージとポテトと卵が最高に合いますね。またチーズもいいですね。はい、ということで、すごく美味しく仕上がりました。で、今回のポイントはですね、じゃがいもをまずね、ちょっと細めに切ることがポイントです。あとはそんなにね、難しい工程がないので、お好みのソーセージと、あとお好みのチーズを使って作っていただけたらと思います。それで今回ね、私は卵焼き器を使って作りました。なんですけど、丸いフライパンでも作ることができます。で、丸いフライパンで作るときはソーセージを置くまでは一緒で、で、一回転巻いたら両端を折りたたんでまた巻いてみてください。こちら小麦粉なしで作れるのでね、すごく簡単です。で、今回はね、私はこういうね、100円ショップに売ってる竹串を刺して仕上げたんですけど、割り箸だったりとか、ちっちゃく切ればお弁当にも使えるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで、今日はカリカリポテトのホットドッグを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。で、ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。